かドラマチハプリンホーリンダーで2人の子は急接近ってわけだ。マグロ来いよ、面白いもの見れるぞ。いや、そんなに嫌なの？この口紅そんなに嫌い？ショーゴの好みじゃないの？よかったよかったね。よかったね、ひびきちゃん。そうか、ひびきちゃんもフリーターなんだ。じゃあ俺と同じだな。で、今は何してんの？俺はファミレスルサックでやってるんだけど、知ってる？イベント会場とか見本市とかで解説とかするあれでしょ？ああ、解説はしたことないんだ。ああ、そう。でも、なんていうの？可愛い衣装とか着て立ってる役でしょ？桜峰。あ、私知ってる。私んち中根町だから近いよ。有名なナンパ通りだ。あ、通称赤手ガニ通り。だと、ここつきない？だからオブラートに包んで、ついでに小1時間ほど湯がいて軽くしよう。それで、赤手ガニ通り。美味しそうだね。赤手ガニは、食うのはちょっと…仕掛けと関係の深い受精や産卵方面の情報なら俺すっごい詳しいけど、ゾエア妖精とかメガロッパとか興味ある？はあ、私もバイトの時間だ。じゃあショーゴ、赤手ガニ通り、またね。あ、またね。ちょっと面白いなあの子。そっちの彼は？
あ、お、僕？名前、シン。話があるんでしょ？あ、見た？見たい？見たい？見たいよね！私のかっこいいバイク！どうよ、私のバイクは。いいんじゃない？何それ。へえ、すごいバイク乗ってるんだ。他車だろ。へえ、洒落てるね。まあね。今のシーズン、これでパーッと飛ばす夜なんて最高よ。若いってのは結構なことだよね。守るもんがなくて。守りたいものも一つや二つあるけど。じゃあぜひ聞かせてほしいね、二つとも。白いお肌で交通ルール、なはショーゴの？ほー、なんだか君、おしゃれさんになっちゃったじゃん。かっこつけー。そうなんですよ、カナタさん。こいつってばかっこばっかりさ。ね、前から欲しがってたやつ、ついに手に入れたんだ。さあ、んじゃおっと、帰るかな。だっけ、私はただランチでも食べようかと思ってただけだけど。でもたった今、あと 300g ほどダイエットが必要な気分になったからやめるわ。皆さんもバーイ。お前だろ。
キュービックカフェにようこそ。お前らが言うなって、誰の店だと思ってんだよ。俺はシン、稲穂シンです。よろしくね。加賀翔吾。ちょっぴりあれだけど、基本的にはいいやつだから。ま、よろしく頼むね。シンさんと翔吾くんね。シンさんと翔吾くんか。で、俺がマグロ。違うっす、力丸シンクロっすよ。うんや、マグロ。違うっす、力丸シンクロ、力丸シンクロっすよ。リマグロ。マグロだ。そう、マグロ。正しくはマグロ。正真正銘、嘘偽りなしに、こいつの正式な使命はマグロなんだよな、ショウゴ。ダメっす、騙されちゃダメだ。そんなわけないっす。常識から考えたってそんなわけないっす。わかるっすよね。名前は、うん、わかった、マグロ君だよね。はい。鹿島ネオです。この子はイフ。この度はいろいろ親切にしてもらってありがとうございました。ありがとうございました。携帯の番号交換しよう。いやー、そんな、男として俺は当然のこと。この店のオーナーだよね。そうだよ。ここで、君たちって当然高校生だよね。そしてこのカフェのパティシエってことか。パティ？そんなこじゃれたもんじゃないよ。デザート以外も作ってるし。コックさんだよ。ところで、その制服からして一行だね。あのね、パティシエだってコックさんだって立派な料理人だよ。それにこのカフェのシェフはとびっきりの腕前だよ。シェフ？そんな大したことないよ。もっと評判の高い店なら別にあるよ。ところで、今日学校はどうしたの？パーティー、シェフ。なあ、もうパティシエってのは洋菓子職人、デザートの料理人のこと、シェフはコックの偉い人、共にクローンフランス。これ、ショーゴ、ご食料。
ネオちゃんってさ、カフェにここ数日通い詰めて随分熱心だよね。ところで、時期から推測すると今日学校は試験休みか何か。お姉ちゃんはね、デザートの研究家なんだよ。ミフったら、研究家なんてそれはちょっと大げさだよ。フードジャーナリスト目指してるからね、すごいんだ。特にデザートのことなんて何でも知ってるから。料理店の現地取材とか研究記事とかをね、将来はやりたいなって。特にデザート専門で、ほら、こんな風に。ほっ、なるほどね。すごいじゃん。そんな難しそうな職業を目指してるんだ。ところで、よく考えたら試験休みはまだ早いから試験期間中だよね。お姉ちゃんは新しいデザートを発見するたんびに私に持って帰ってきてくれるんだ。それでイフにも食べてもらって、私の批評を聞いてもらったりしてるの。お姉ちゃんのレポートはいつも完璧なの。そこに行けなくてもまるでその場にいるかのように伝わってくるし、デザートについてだって、私のうまく言い表せない感動を変わって言葉にしてくれるんだ。それがいつもぴったり私の気持ちと一緒なの。ああ、それでテイクアウトにこだわってたのか。ところで、試験期間中だとしたら今日はもう学校は終わりってことだよね。イフ、ちょっとオーバーすぎるよ。だって本当だもん。ところで、君たちはこの後まっすぐから試験勉強する？それとも俺らと一緒にカラオケにでも行く？